3分でわかる。さがらまゆー。どうも、唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、さがらまゆさんを紹介していくぞ。さがらまゆ、4月17日生まれ、血液型、O 型、身長155センチ、所属事務所、デジタルダブル。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーで、真面目で、貴重な司会枠。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。後年4月17日、京都府に生まれる。生まれ年は公表されていないが、デビュー年などから逆算し、おおよそ1995年あたりと推測される。ラーメンが大好きで、旅先では必ずチェックを入れる。1杯のラーメンのために、3時間半待つほどのラーメンフリーク。また、小さい頃からフィギュアスケートも習っており、後に、YouTube で腕前を披露している。幼少時からアニメが大好きで、小学校高学年時には、すでに声優の夢を持っていたようだ。魔法少女、リリカルなのは、ストライカーズに大ハマりし、水木奈々、田村ゆかりに憧れるようになる。高校時は、声優の道にシフトチェンジすることだけを考え、3年間、養成所オーディションに明け暮れていたようだ。高校卒業後すぐ、最後の最後に合格した、プロフット声優養成所に入所。2015年、1年間の通所の後、事務所、リンクプランに所属することになる。所属後すぐに聖剣使いのワールドブレイクの一般生徒役で声優デビュー。2016年には、アイドルメモリーズの梶原美久役で出演。初のメインキャラクター出演となる。そして2017年、運命の時が訪れる。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、中須かすみ役に決定。もともとラブライブが大好きで、2013年、ラブライブ第1話からの、筋金入りのラブライバーだという。特にスクペスの腕前は、キャスト随一を誇る、と自負している。また、担当キャラへの愛は、虹ヶ崎内では別格だ、とする声も多い。2018年には、温泉娘のあわらこうめの声を担当、高飛車な演技もなかなかにうまい。11月には、虹学の、ときめきランナーズが発売。ソロ曲、ダイヤモンドを歌唱した。2019年には、マギアレコード、魔法少女、まどかマギカ外伝の、ヒロエチハルを演じた。こちらはメインストーリー第2章のメインキャラクターとなっている。同年には、同じ事務所の、大西あぐり、内田修などと共に、声優5人ユニット、プリマポルタを結成。NHK 音楽番組、アニソンプレミアムのアシスタントも担当しており、12月には、シングル、ゴール&ボールをリリースした。また、同月には、虹ヶ崎学園のファーストライブ、ウィズユーが開催され、勢いに乗ると、2020年1月には、ラブライブフェスにも参戦、多くの観客が見守る中、堂々とソロパフォーマンスを行った。5月には、得意空からのオファーを受け、実写短編映画、時々は眠れない夜にって、まさかの銀幕デビュー。得意演じる矢沢ニコとは、尖ってるキャラ同士で、何かと接点が多い。さらに、ニコニコチャンネルにて、冠番組、いけませんまゆお嬢様がスタート。7月には、シングル総選挙で、中須かすみが1位になったことで、無敵級ビリーバーがリリースされた。なお、虹ヶ崎学園としては初のシングルである。9月には、これまたニコニコチャンネルにおいて、マユチのお外ゲームがスタート。第1回放送は、虹学のゲーム場、前田香織を招いて行われた。また、9月末には、リングプランを退所、10月からは、デジタルダブルに所属することになる。さらに、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会のアニメが放送開始。作画も相まってカスミンの魅力を最大限に引き出した。11月には、動画共有サービス、オープンレック TV において、さがらまゆのファンファンファクトリーがスタート。また、アプリゲーム、日暮らしの泣く頃に、メイ、の主人公の一人、君吉和穂の声を担当した。2021年も、6月に、1ST 写真集夏葉月を発売。また、声優としても、アニメ、プラオレ、の水沢彩香や、ワッチャプリマジ、の、雨降りみゆきなど、2作品でメインキャラを務めるなど、大躍進。今後も、夢を叶え、人気声優へステップアップする、さがらまゆに、ぜひ注目していただきたい。といったところで、虹学随一のラブライバー、さがらまゆのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。